はい、それではね、カントリー&ロカビリーギター第15回としてね、今回はキー G の、カーターファミリーね、カーターファミリーピッキングっていうのもね、最初の方でちょっとやったと思うんですけどもね、それでね、ちょっとこう、カーターファミリーを使って一曲仕上げてみようということで作ってみましたので、まずは聴いてみてください。感じになりますね。まずはイントロからいきましょう。これはですね、カントリーによくあるこの同じ音、チューニングの音ですよね、4弦の5フレットと3弦の開放、これ同じ素です。これをというね、フレーズに生かしていくという、アイデアになります。まずは4弦の2フレット 4弦の2フレットをハンマリングで入ります。タラタンですね、1と入ったら、その後をその5フレットに薬指を滑らします。ダダ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 。200やったら、ダンダン。4弦の2フレット、0フレットになります。ダラダン、ダダ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 。これが、1小節目になります。で、2小節目はこの、ダダ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 ダ。最初に来ますね。1と5、2と5。そしたら弦を変えます。この2弦と3弦のチューニングの音ですね。ね。3弦の4フレットと2弦の開放、そしたらダーダラになります。ダダ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 ダ。最後は4弦の開放から、ダータラ、4弦と2フレットのプリングになりますね、C トーになります、この2小節通しますね。1と2と3と C と1と2と3と C トになります。で、またダガガが入るんですが、今度は3拍です。なかなかこれをね、ダガガ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 ってね、早くキープするのはね、大変なんですよ。違う弦のダウンアップなんですけどもね、結構このアップが遅れがちになっちゃいます。多少遅れるのはね、多少もたるぐらいな感じはね、ちょっと味としてありなところもあるんですけど、なるべく遅れないようにダダ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 。でコツとしては少しアップの力抜いてあげるといいんじゃないかなと思いますね。ダダ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 。そしたら4拍目にダラダが入りますね、ここで4弦の2フレットからプリングして5弦の2フレットいきます。でそれを D につなぎます。はい、ここでカーターファミリーですね。ベースを弾いてコードをチャンチャンチャン、1と2と、そしたら4弦の開放でダダダダ、同じ弦のダダダダですね。同じ弦をこういう風にね、綺麗にダンアップするのもまた難しいんですね、力んでしまったりピックを深く刺しすぎたりするとなかなかうまくいかないので、引っかからないようにね、うまくダダダダってやってください。これが3拍目、タタタタダダラになります。タタタタダダラ。はい、これが3小節目、4小節目ですね。今度はドゥンドゥデ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 って下がっていくフレーズなんですけども、今度はタンタタタンタタですね。2回スライドアップというかグリスアップします。そしたらまたダダダダ見て、4弦で4-3-2まで落ちてください。で繋がっていきます。次の小節で2に落ちて2-0、5弦で3-2-0、6弦で3-0-3、5弦の0ですね。繋げないとちょっとおかしな感じです。そしてその次のダラダ、
れて逃げ切れずみたいなところに繋がりました。いきなり終わっちゃいましたけど、タラタラタラタタタタタタラ。そしたら G の、カーターファミリーと、そしてこれで、次の、A パートに繋ぐわけですね。親指をかけます。ここで G のカーターファミリーをやったら素早く親指かけて、ドタリレピリリ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 、に戻しますね。親指かけてフレーズに入ってすぐ薬指を持ってて G になるって、この動きをね、練習してもらわないといけないと思いますね。なかなか忙しいです。でその前のフレーズ、タラタンの後は16分音符ですね。2103で8分音符、タンタンタタランですね。3と4とタンタン2とプタララタララタですね。パートの っていうね、フレーズに入っていきます。低音がメロディーになりますね。その前にイントロ全体通してみます。ゆっくりいきますよ。 C4 1と2と5 3と5 4と1と5 2最初の4小節ですね。 GDGD になります。ね、低音がメロディーになりますんで、高音のジャジャね、こちらのストロークの方はあんまでかく弾いちゃいけないですね。なるべく小さく弾いてあげるとスムースにいくと思います。次 C のフレーズ、ドン、カタファミリー張ります。ドンタラタタ、そしたらタオンになりますね。ドシラと、3弦、あ、2弦の4フレットと1弦の開放でまた半音でぶつけます。これカントリーっぽいアイデアですね。ドシラソを弾いたら今度は G になります。 G ですね。 G のブルーノート、フラッサードからハンマリングして4弦開放に行って、ドンタンタンタン。次 Am7 いきます。 Am7 なんで人の中だけ押さえてくださいね。次でね、メロディーが上がってきます。どのシャープレーで下がりますね。で D につなげて、で今度は G につなぐフレーズ、レシダリラテンドンになります。で G 入ったらドンチャ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 ン、で最後にこの D7 シャープ5のコードで次の B パートに行く雰囲気を作りますね。この C パートからいきます。1と2と3と4と1と2と3と4と、ね、この D が急に低音になるので、ここ遅れないように気をつけてください。で Am7上がっていく。 D カットした後に決めてください。
したら B パートはもうカントリーのお得意のフレーズですね。はい、これになりますね。前にもやったと思います、このナイスの音、このね G のサードのこの音まで、チョーキングしてフレーズを作るカントリーの、テクニックになりますね。人差し指でチョーキングして小指薬指で、1弦2弦の3フレットをキープしてください。そしてトンタカトンタカトンタカって3回、チョーキングして1、2弦でチャチャを入れます。これもカーターファミリーですね。ドン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 。そしたら4拍目は、チョークダウンですね。上からシラッソーになります。でミッソーシラッソーまで来たら次の小節の頭で4弦の2フレットドンチャチャチャ。そして低音をつけて G。少し伴奏的にカーターファミリーを入れます。そしてまた同じで3回。ドンタカドンタカドンタカ。目に上からシラッソーでミッソーチャチャチャ、ここまで同じです。で3拍目の拍目がっていうね、次の C につながるフレーズを弾いてます。ソファミレレラシレですね。ソファミレ5弦の024弦解放で C につながります。はい、これが B パートの最初。C ですね。1と2と2とっていうフレーズ、なかなかこうおしゃれなフレーズをちょっとぶち込みました。もう最後ね C を押さえてると間に合わないので、このアップの時解放してください。そして455ですね、ミのフラットブルーノートから入って、455タンタンタン、そして7に薬指ちょうど来ると思うんで、これをこの9まで上げてもらって、2弦の8をつけたら1弦の解放、タラタンタラタタっていうフレーズ。そしたら D になります、ね、ちょっとこっちのハイポジションから D にね行くのでかなり飛びますから、ただうまく解放の間をね縫ってコードを作ってください。そしてカーターファミリー、そしたらここから、はい、ロックでもよくあるフレーズ弾いた後にまた G に行くと、3拍目伸ばして4拍目、こんな感じでいいと思いますね。ちょっと C からいきます。難しいです。1と2と3と4と D、 1と2、あ、ごめん、1と2と3と4と1と2と3と4、もう一回いきます。3と4と1と2と3と4と1、これが B パートですね。そしたら C パート。単音のフレーズになります。はい、これからいきますね。これは G のサードに向かってナインスノートからクロマチック 2,3,4 ですね。ラララタ。で、この2弦の3フレットに行くところで人差し指を寄せてポジションチェンジします。タララタリリリなんてね、カントリーらしいフレーズだと思います。タララタタラタンでチャッチャー決めましょう。これは 1,2 弦の3フレットでベースを親指で、でもう一回同じフレーズあります。タララタタラタンでタッタランタララタですね、タララタタラタまで一緒。そしたら1弦の3フレットから入って2弦の5フレット3フレット、これをプリング、タッタランタララタで中指で420プリングまでで、4弦の2フレットに落とします。タララタタラタンタキレンキレンキレン、そしたら C コードのチャン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 で D でンチャ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 ン、はい、これが C コード、C パートのメインのフレーズです。タララタタラタ三と四、1と2と3と4と、この中指から C を押さえればいい。1と2と D3 と4と、この後に1と2と、ちょっとロックなフレーズ、マイナーペンタルを使った
レットですね。1、3フレット、プリング5フレット、プリング3フレット、プリング全部開放に向かってプリングで、2回目はドゥンドゥンってね、ベースの後ですぐに裏拍入れます。ドゥダね、アップ入れますよ。ドゥダダラダラダラなんです。でまた最初と同じドンダラダラダラで、 3拍目にドン、ベースを弾いたら D7 で決めます。これは C パートで、その後エンディングに入りますけど、これはイントロと同じなんですが、出足だけドゥ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 、また同じこのチューニングのソの音ですね。これを3拍目と3と4と、また同じ2拍入ったら、今度は2弦3弦のこの4フレットですね、C の音のチューニングの音、デーディレ4拍目デーディレで、また3拍デーディレ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 4拍目に C と、で1拍目 D1と2と4弦で3とダダラ、そしたらまたドゥイデデドゥイデデに変えるんですね。ドゥイデデドゥイデデドボドボタンタンですね。ドゥイデデドゥイデデドボドボ4320ダダダダ、同じですね。20ドシラソミソラで、エンディングでドゥイデデドゥイデデドゥイデデ、ここで終わりますね。フレーズ自体はイントロと全く一緒です。タリタンリリリ、3弦飛びます。ソリレシラソジャーですね。まあ、全くイントロと同じですので、まあエンディングは大丈夫でしょう。じゃあですね、またイントロからね、最後までちょっとこうリズムに合わせて弾いてみますので、ね、ゆっくりめにいきます。3と4と1と2と3と5と1と5と5と3と5と曲ですけどもね、カーターファミリーでどんちゃかどんちゃかとね、こう16ビートでノリのいい感じで、仕上がってると思いますので、細かい部分もありますけどもね、ピッキング間違えないようにダウンアップも守ってね、練習していただければと思います。それでは、このカントリー&ロカビリー15回ね、キージーのカーターファミリー曲、終了いたします。